日本語コンテッペ日本語コンテッペ子供と一緒に行ってます日本語コンテッペ,テペの時間ですね皆さん元気ですかカメハメはー今日は日本語コンテッペイ Z200 回おめでとうについて 2回になったみたいですよ素晴らしいですねどう思いますかこそこそ初めて見ましたが最初はねニハガーっ声の高い気合のカメハメハそして今度は日本語コンテンペが200回になったらしいですよこういうヒソヒソ話そしてイケメンボイス

お前たちなんて叶うわけがないまあいろいろなスピーチをこれまでやってきてついにね200回ですよおめでとうございます皆さん、えー、そして僕自身におめでとう乾杯コーヒーですけどああ200回到達記念、えー、達成記念のコーヒーはいいつももよりも美味しはい。は まあね、えー、でもこれはいつものようにあの通過地点全然通過地点ですからまだまだあの高い山を登ってるつもりですからねあの全然大したことはないまあ日本語コンテペ,ペオリジナルは700回やりましたねそして Z になって今200でしょだからまあ900ですよね、えー、合計で900このスタイルでやってますそしてまあビギナーの方ももう 600とか700とかでしょ数えてないですね覚えてない、あのー、結構多くて、まあ、全部を合わせて2,000ぐらいですよね全部を合わせれば2,000ぐらいのエピソードを撮ってるんだと思います多分それ以上かなはいのりこさんとの,のもありますからね、はい、でもはっきり言ってねあんまり関係ないその量は関係ないです、えー、僕にとって大事なのはあのー、今でも続いているこのことですからね 例えばあの漫画もそうですけどジョジョとかワンピースとか今でも続いてますよねでそれがすごいですよねあの終わらないんですよ、はい、もちろんドラゴンボールとかありましたけど終わったんですよねでドラゴンボールまあ今でもドラゴンボールスーパーはあるけどあれはちょっとまあちょっとスピンオフみたいなものですよねまあ,あの鳥山明さんが書いてないですからちょっと違うんですねもう でもやっぱり終わってしまったものっていうのはもちろんクラシックなものとして残ってるけどやっぱり今でも続いてるっていうのはねやっぱりすごいですよねで僕はあのどちらかといえばあのローリングストーンズねザ・ビートルズよりもローリングストーンズを目指してますからね続いているね続けているバンドねまあそれもいつまでになるかわからないですけどねもちろん人間にはあのー まあ終わりがあります。あの LiveForever、ー、とか言ってもそれなら無理なんです、ね。はい。僕はね日本語あのー、本を作りましたよね。その「よろしくお願いします」。実はね「よろしくお願いします」のタイトルがいくつかあったんですよね。候補が。はい。ちょっと今日その話をしますね。えー、誰にも言ったことがない。だけど「よろしくお願いします」じゃなくて。あのー 何、あのー、だったかなな,んなんか「LiveForever」って書いてたんですよね「LiveForever」あのー、えっ、ー、と「絶対死なないぞ LiveForever」リブフォーエバーとか多分そんな感じだったんですよね、えー、あっ違うな「絶滅しない」「絶滅しない LiveForever」リブフォーエバーだったんですよ最初、はい、よろしくお願いしますマモンさんタイトル「絶滅しない」「絶対絶滅しない」ですね「絶対絶滅しない」 まあ LiveForever はあのサブタイトルねでメインのタイトルが絶絶対絶滅しない <laughs> あのー、まあマンモスは絶滅したんですよね、えー、絶滅エクスティングジュしました残念ながら。 残念ながらなのか僕たちのおじいちゃん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 のおばあちゃんのおじいちゃんのおばあちゃんのおばあちゃんのおばあちゃんのおじいちゃんがやったのかわからないです。だけどまあマンモスは絶滅した死んだんです。で僕たち人間がですね絶滅しないそういう気持ちで頑張ってますけどそれも怪しいですよね。 よろししししくお願いいて絶対絶対滅しない僕たちは生きていく、ね、マンモスたちじゃなくてそのやっぱりそのまあコンセプトとしてですね生きる生きるっていうコンセプト生きるっていうあのスローガンこれをあの書きたかったまあ本を読んでもらった人にはわかると思うんですけどここあのその本の最後の方でねあの ちょっと大きいあのことが起こるんですがまああの人間の死人の死ですねそれがあの僕に僕のターニングポイントになったっていう話ですよねそういうのもしましたでだけど僕たちはねやっぱり生き,生きなければいけない生き続けなければいけないだから生きるっていう強いあのメッセージをその本には込めたつもりなんですねだから、まあ、タイトルも まあ、いつもよろしくお願いします。もう、ふざけてますが、でも、絶対絶滅しない絶対に死なない生きるまあ、そういうつもりで Live Forever にしたんですけど、まあ、そんなことは、現実的には無理ですよね。ローリングストーンズだって、あのー、いつか終わるんでしょう。とは言いながら、日本語コンテンペもいつか終わるかもしれない。僕は死んだら終わりですから。とは言いながらね、やっぱり、ザ・ビートルズのように、えー、メンバーが、 あの死んでも、えー、バンドが解散してもでもやっぱり音楽は残り続ける同じようにですね日本語コンテッペイもあの例えば僕が死んだ後もあのも僕の子供がサーバーサーバーにお金を払い続け、えー、ドメインにお金を払い続け、えー、ポッドキャストが残る、えー、日本語はそんなに多分変わらない今までもそんなに変わっ,、まあ、変わったけど、まあ、例えば30年40年ぐらい。 50年ぐらいか。そんなに大きく変わってないですから。まあ、僕が死んだ後も、あのー、たくさんの人たちが日本語コンテッペイを聞いてですね、えー、日本語のイマージョン、これ、あのー、日本語を身につけることができるようになれば、それはそれで本当に嬉しいことですから、僕は死ぬまで頑張ります。死ぬまで続けて、多分日本語コンテッペイが、えー、エピソード1万とか、2万とか、 どれくらい,いくのかな分かんないですけど1日毎日アップロードしても365でしょってことは10年で3650ですよね20年で7000ぐらいでしょ40年で14000ぐらいかああ違う違えっ、ー、とちょっと待って <laughs> 1年で、えー、365ですよね10年で3650ですよね、えー、20年で700040、えー、年で 万千そんなにいく、はいはいはい、だからまあ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 つか作れますよねまだまだまだあっちょちょっと待ってください365306あそうですよね7千あ一万4千そんなに作れる、はいはいはい、結構多いですねだからあの今、えー、全部で1000ぐらいでしょうまだまだですね僕はまだまだだってまだ4年ぐらいしかやってないんでしょ このポッドキャスト。で、僕はあと40年ぐらい生きる予定ですから、まあ、この10倍作れるってことね。はいはい。今まで2000だったら、まあ、そうですね。今まで2000ぐらい作ったんだったら、そうですね。まあ、2万ぐらいは作れるってことね。このペースでやれば。素晴らしいじゃないですか。いやー、皆さんの方が先に死ぬかもしれないね。<laughs> あの、僕より年上の人たちは、ちょっとあの、 あの僕より先に死ぬ可能性も高いですけどまあそれはもう仕方がない順番というやつですから少なくとも僕より若い人たちはあの僕よりあの後に死んでくださいあのできるだけね。はい、というわけででも死ぬまでずっと聞き続けてくださいよいいじゃないですかたまにはねあの終わらないものがあってもあの皆さんも今までいろんなものにはまったりやめたりしてきたでしょちょっとあのなんかこの あるテレビシリーズを見,見たり、えー、なんかこうホラー映画を見,見たり、あのー、なんかこうパンクロックを聴いたりやめたり絵を描き始めたりやめたり運動を始めたりやめたりいろいろ始めたりやめたりしたじゃないですか。だけどまあ日本語コンテッペをねずっと聴いてくれてる人はまだやめてないでしょ今今日今 これを聞いてる皆さん、あなた、あなたですよ、あなた。あなたはやめてないですよね。ちょっと続けましょうよ、一つぐらい。ね、一つのことぐらい。僕も、僕も今までいろんなことをやめ始めて、いろんなことをやめたんですけど、これはやめるつもりがないです。だから、これぐらい、一つのことね、いいじゃないですか。はい、人生で一つのことを死ぬまでやり続けたいと思,思います、僕は。だから、まああの、皆さんも聞き続けてください。一つでいい,いいですからね。 あの日本語コンテンペを聞き続けるそうすればですよ皆さんが死ぬ頃には日本語ペラペラになりますよ、はい、<laughs> 死ぬ頃にはね <laughs> そしてあの最後ねあの家族自分の家族、まあ、子供とか兄弟とかいたらね「<laughs> うう僕はもうさようなら死にます」「でもあの話したいことがたくさんあるちょっと聞いてください」まずは あの僕ののパソコンの中見ないいようにしてくださいそしてあの必ずあのこのハンマーで壊して「バババ」とかねいろいろ言って「おじいちゃん何を言ってるの何を言ってるのいやあのね変な変なビデオとかあるかもしれないけど気にしないでくれそれは私じゃなくてあのこれはあのコンピューターウイルスが「お兄ちゃんおじいちゃん何を言ってる?」。え わわかからないよなぜからななないい。よ。ぜ「おじいちゃんは日本語を話してるから僕にはわからない」あ「ああそうかそうか私は日本語コンテッペを聞き続けて日本語がペラペラになってしまったそして英語を忘れてしまったアメリカ人だー」みたいなまあまあ、まあ、英語を忘れるほど日本語だけを勉強するのはちょっと問題かもしれないんですがまあでもあのこれからでも何の話してるこれから まだ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 日本語コンテッペ続きますから。とりあえず今日で200回ね。はい。とりあえずおめでとうございます。まあ300回は多分、まあ今年中なんじゃねえかな。えっ、ー、と、10月でしょだから、いやー今年は無理かな。今年は無理ですね。多分、時間が足りない。まあ来年の、まあ冬の間でしょうね。はい。に300回に行くつもりですからね。はい。じゃあ、皆さん。 また300回の時にこんな感じであのまだまだ頑張るっていう話をすると思いますからね。あの僕もまだまだ頑張るんで皆さんもまだまだこれからよろしくお願いしますというわけで皆さんチャウチャウあすまたねまたねまたね。またねまたね